はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もファイナルファンタジー15、要塞攻略が終わって、仲間と無事に交流できて、ここから続きやっていこう。ようやくこの要塞ももう抜けて、エレベーターがあるはず。こっち待機所。終わりが近いのかな、もしかして。あった、エレベーター。ここは？格納庫か。広いな。中央のエレベーターに出られるか。搬入口から行けそうだ。あれ？ここって以前来なかったっけな、格納庫って、あのだだっ広いところ。で、鉄巨人だかなんだかが。やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。え、レイブス。死骸じゃないか。なんてこと。レイブスを倒す。死骸にされてる。俺がフォローする。あ、効かない。倒すっきゃない。待てよ、一旦引いて。硬い。それ、グラディオ。剣自体があんまり効いてないのか。魔法変えよう。ファイラ装備。パリ。あ、魔法が効かない。ごめん。全般効かない。攻撃が。あ、かわいそうなレイブス。リンク。イグニスの体力が危ない。あ、イグニス、イグニス。あ、かわされた。ウィーク。魔法。半分切った。う、変ね。イグニス。プロンプトにも。あり。回避。なんか喋ってるな。え、やばい。こういう時はラストエリクサーたくさんあるから使おう。砕けちまいだ。
グラーディオでもカンストダメージを与えられない。離れる。オルタナ。イグニスがピンチ。ありがとう。もう一丁。もうちょいだ。あ、パーリーできなかった。あ、イグニス倒れてる。イグニス、間違った間違った間違った。俺は大丈夫だ。いいから黙って回復されろ。よし、もうちょい。どうした。将軍を務めた男の慣れの果てか。それなりに志もあったろうによ。残酷だ。たやすく人を死骸化させると。おい、気をつけろ。まだ来るか。イグニス、これから離れない。アルベリッヒ、ファントムソード、全部アーデンの仕業か。ラジが開かねえな。少しも減ってないよ。あー、めっちゃ増えてる。一人で先に行け。クリスタルの力が得られる。この状況を何とか心配せない。今のままでは絶好です。一人でクリスタルに頼るしかねえか。だって待ち、俺たちで何とか踏ん張る。一人ならクリスタルにたどり着けない。仲間をここに置いてなるさ。リフトか。わかった。あ、吸い込まれる。みんなに任せる。格納庫を封鎖します。ゲートから離れてください。封鎖。クリスタルまであと少しなのに。1分半。急げ急げ。仲間を踏み台にして目的を達成する。王様らしい決断だよ。さあ、うお、急げ。逃げて。クリスタルの力を得るなら全てを捨てる覚悟で臨むんだよ。ゲートが閉鎖されました。死ぬなよ。一人で行くしかない。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻
ない。上層階。ああ、なっか。本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。あれか。お疲れ様、ノクト。クリスタル。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だって。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が。がまだクリスタルに選ばれていなかった王はその人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム正式名。あ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がないんだな。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルのその力ごと王を葬り去るのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。おい、みんなと遊んで待ってるから。クリスタルには死骸を一掃する力がある。そう信じて手をかざしたノクティスだったが、なすすべなくクリスタルの中へ吸い込まれてしまった。力を求めよ。選ばれし王、ノクティス。聖石の力を蓄え、真の王の力を得よ。それが我、剣神バハムートの啓示。バハムート。この場所について。石の中、星の魂が宿るところ。
選ばれし王たるお前が使命を果たす力を得るための場所。仲間について。闇に抗いながらお前を待っている。お前が使命を果たし真の王となることを期待している。受け入れによって目覚めた六神は皆この時を待っていた。これより長き時を費やし聖石の力を指輪に蓄えよ。その全ての力が指輪に集まりし時、真の王の力は完成する。それは永遠の命を持つアーテンを打ち夜明けを取り戻すただ一つの力。そう、アーデンがルシスチェラムってもう同じ姓を持ってるのが衝撃なんだけど、アーデンについて。死骸の元凶たる虫を取り込み星に害をなす力で不老不死となった者、その汚れた身を聖石に拒まれ大いにつくことなく葬られた愚かな男、王家への復讐のためだけに希望を眠らせついに世界をも闇で覆った。聖石に選ばれ歴代の王に守られたお前を討つまで復讐は終わるまい。ああ、そういう人物だったんだ。真の王の力について。不死となったアーデンを葬る唯一の力、歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほかこの力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て王の使命を全うするのだ。さあ力を求めよ、真の王の力を。年取ってるノクト、
年取ってる。マップ開けない。チャプターエンドだ。そっか、これで冒頭のあの年取ったノクトのシーンに繋がってるんだ。年取った一時的に取ったのか、それとも年月が経過してるのか。そしてノクトは死んでしまうのか、この流れだと。というわけでチャプター13結構長かったけど、チャプターエンドで、じゃあ次回チャプター14、最終章がチャプター14なのか分かんないけど、それじゃあ今回はここまでにして次回に続きます。はい、ご視聴ありがとうございました。